長谷川豊吉長谷川豊吉から1923年9月1日は幕末の名主、明治から大正期の政治家、実業家、衆議院議員。相模国足柄下郡蘇我谷津村で名主、長谷川文英門の長男として生まれる。官学を治める。自由民権運動に加わり自由党に属して活動した。古長学務委員、軍長兵さ寺院。 下蘇が村長、同村会議員、神奈川県会議員、道場寺院、県長平山寺院、学校組合会議員、水利組合会議員などを歴任。その他、小田原通商銀行監査役、小田原電気鉄道取締役、足利肥料監査役などを務めた。1902年8月、第7回衆議院議員総選挙において、神奈川県軍部区で、 立憲政友会から出馬し当選。その後、第9回、第10回総選挙でも当選。1909年、日本政党を食事権で拘禁され、同年7月3日に、東京地方裁判所第2刑事部において、重禁庫10ヶ月の有罪の判決が言い渡され、衆議院議員を退職。その後、判決を不服として、控訴。 上告を行ったが、同年12月17日に、大審院で判決が言い渡され、上告棄却となり、有罪が確定した。1912年5月、第11回総選挙に出馬して当選し議員に、復帰。しかし衆議院議員選挙法違反事件で、金庫の有罪判決を受け控訴したが、同年12月4日に控訴を取り下げて、 現判決が確定したため議員を退職した。1923年9月1日、関東大震災で被災し死去した。ありがとうございます。